ここ何は飲み屋といえば、まあ、大化の改新が、はい、ね、ここから釣った都なんですけども、まあ、これの中心人物だったのが藤原の鎌足さんだったんですけども、まあ、ちょっとその鎌足さんの話じゃないんですけど、鎌足の、子孫、孫っていうかひ孫になるんですかね、藤原の中丸さんという方がいるんですけども、藤原の中丸は、名前途中で書いて恵美のおしかすという方の名前にしたんですけど、恵美のおしかすって名前聞いて、ちょっと今風の話にちなんで、恵美の推し活という話でちょっと、恵美ちゃんの推し活ということで、恵美ちゃんが好きだ、恵美ちゃんの推し活が好きだ、恵美ちゃんの推しが誰なのか知らないけど、推しのライブに出かける時の恵美ちゃんが好きだ、推し活に向かって胸を弾ませるその姿を見ただけで僕は幸せな気分になる。恵美ちゃんが僕を好きにならなくても、恵美ちゃんが推しで満足するなら僕も満足だ。できることなら恵美ちゃんの推し活に僕はなりたい。恵美ちゃんの推しじゃなくて恵美ちゃんの推し活そのものになりたい。本当は恵美ちゃんのことはどうでもいい。ただ恵美の推し活という響きが僕にはたまらない。恵美の推し活、元の名は藤原の中丸。奈良時代の政治家、日本のトップになった。庶民の負担を減らし、人徳をもって国を治めようとした理想主義者。でもすぐに権力の座を追われて、反乱を起こしたけど失敗して、琵琶湖に逃げたけど捨てられた。無念だったろう、恵美の推し活。彼の名を聞くと、いても立ってもいられない。恵美の推し活は、僕の推し、いや、僕は彼の生まれ変わりかもしれない。いや、そうに違いない。エミちゃん、エミちゃん、君の推し活は僕だ。君の推し活が人格化したのが僕だ。君は気づいてないし、僕に興味もないだろうけど、君の生きがいが僕なんだ。だから一緒になろう。エミと推し活がくっつけば、きっと国中の人が幸せになれる。1260年前に破れた夢が今現実になるんだ。君の推しが誰だろうと、結ばれるのは僕なんだ。逃げないでくれ、逃げないでくれ、エミちゃん、エミちゃん、エミちゃん。続く。エミちゃんの推し活という詩でした。